賢いからね、堤防のやつは。釣り場で何やっても難しいからね。小さいやつでも本気で寝ろから。案外、大人の方がなんかハマりそうですね。そう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 。童心に帰って。そう。面白いやろ。美しい景色と自然が広がる田辺の海だけど、今日はあいにくの空模様。漁船が出なくなってしまいました。そこで2人は、美味しいモーニングで復活。よしよし、モーニング食って場所取り行こうか。今日はあれやな、地元のおいちゃんたちに取られちゃいますからね。そうそう、地元のおっちゃんたちに取られるから。え、場所取り。さあ、いいねこういう釣りは。このボードした。どっち右側左側どっちがいい。僕じゃ左がいいかな。左でいいか。ほら左行こうかな。これ上げていくか。普通の警棒みたいだけど。よし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 。ここで今日はアジ釣り大会ね。アジ釣りません。豆アジ。うまいからね。食べて美味しい。釣って楽しい。どうしても釣りがしたい二人は、アジ釣り大会を始めました。アミエビな、アミエビね、1キロいろいろ持ってきてます。ちいちゃい、ね、まあオキアミいうんかな、ね、まあコッパぐらいおったら、まあまあアジも釣れるんやけど、ちっちゃい方がいいですよね。まあまあ僕はこのアミエビ刺すからね。あと刺しアミ言うて、こういオキアミじゃないけど、え、アミエビよりちょっと大きいエビあるんですけどね。そういう今日いたとこちょっと打ってなかったけど、それも刺しやすいですよね。はい。よし、釣れや。ちょっとシャキーンとしてやな。好きかな、こういつもサングラスと違う、ちょっとおしゃれメガネの変更で、ちょっと蹴り止めますね。よし、これはこう入れといて、アジ釣れたらね、こいつでね、イカ狙ったろうかな思ってんね。まあ、一年もでな。こういうやつでな。ガムさんかけてね。まあまあ、とりあえず置いとくか。これね、アミエビ。ね。ここだ、こう、バケツにしてるんですけど、ゴミ持ち帰るときにね、こういう、もう、入れた瞬間にもこうやって洗ったらね、もう臭くないんで、ね。これ、するだけでね、全然変わるんで。ね。こうやって持って帰りましょうね。尺は味武者な。味武者。来てやろう。すごいやろ、これ。味武者。シーン。塩引いてるからかな。入ってないんかな。何も見えないけど。そのうち寄ってくるよ。ごめんね、小田さん。ちょっといっぱい釣ってまうかからけど、ごめん。いや。あ、OK、OK。よし、アジア、全部アジア。アジア。来たかい。来た。あ、そうかい。うん。本当に来たー。今日、白もちにグレツリで負けるから、アジぐらいは勝とうかな。頑張りますわ。ボコボコにされるやろうけど。ボコボコにしたろうから、いつもやられてるから。プライベートもやられてるから。ボコボコにしたろうかな。下克上したろうかな、今日。こっそり。どうしよう。応援しといてくれます？
アジ釣りで下克上したろ。見とけよ白まんじゅう。これ使われるでしょ。使っておきます。懐かしいやろこういうのな。どれでいこうか、これでいこう。ちょっと今日はこもってるからこれでいこうか。漆のな、昔ながらのね、今日もね、うん、金袖ね、袖張りがかかりがいいっすよね。ちょっとやっていいかわ。いいっすよ。いいっすか。いいっすか。まあとりあえず一投目から来るぞ。どうしたね。田辺のおいやんたちが見学に来てますが、たまにはこういうのもいいですね。ちょっと大きいね。うん。もう釣れると断定して。もうやるかい。やるで。ああ、なるほど。おお。そうか。この字で。ええ。まだまだ。はい。こいだ本場の小学生。なあ。ほんまやな。かいおいし。カメラおかめんなんだから、おじさん。邪魔だって。カバン、カバンで、カバンで。はい。はい。豆味登場。いやいや、これぐらいのが美味しいですね。ケッケ、まあ生かしとくな。マッキーのコツまず言おうかな。こう狂ってる時はね、この網エビはあんまり巻かずにね、これし、これで呼び寄せると餌と思ってくるね。たまにだけと。うちち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 あ、そう、おるやろ。ほら、俺んとこ寄ってこい、俺んとこ寄ってこい。そんなに、あんまり前じゃあかんで。あんまり前で腹いっぱいになるから。たまにでいい。たまにでいい。うん。こんな、よう刺してますね、この刺し網。刺し網、よう刺してますね。一本ずつやときには、もう、うん、ちょぼって巻きやるの。うん。ほんまにちょっとだけで。あ、外れた。ねえ、そらあかん。そらあかん。そらあかん。プロや、やっぱり。これ、こうやって、狂ってるでしょ。はい。時ね、マキエって、この汁でもいいね。パッて、この音鳴らしてくる。おお。ありがとう。どうぞ。うん。明日、朝来てや。うん。明日。うん。うん。お、ええみたい。ええ、おるな。うまいな、白本さん、やっぱ。ええ、ええ。残念や。こっからやで。こっから。こっから逆転するって。これ、ついついなんか無言になっちゃいますね、これ。集中して。面白いやろ？面白い。これ今、サビキでやったら、なあ。釣れるけど、これ一本針が面白いね。しょ、とよひぐ、おぶる、外れるかな、口がやばい。まあ、負けてじゃねえと。針持ってない、こうやって。いやー、唐揚げサイズ。おいしいよ。プレッシャーかけとこうかな、ちょっと。ほんまに。ワンかけといたろか。めちゃめちゃおるやん。かけといたろか。めちゃめちゃおるやん。僕は味釣りでもやっぱ勝てないのか。じゃあ、これね、うまい下手な問題と違うね。コツがある。教えてほしいか。白もちの豆味釣りのコツ。これね、これコツね、教えたくないんやけど。このブロックあるでしょ。はいはい。こういう状態ですよね。これ味はこう、ほんまに。餌あんまり巻かんでいいんですよ、こういう狂ってる時は。ね、さっきも言うたように、こうやって、この汁だけ巻いただけでも狂って、音で反応する。で、声も何回も通用せんようになるんですよね。あ、ないなと思ったら、こう。まあ、たまに、これぐらい、もうほんま汁とね、何匹いるんかな、網やるけど、まあ10匹ぐらい入ってるか。
ね、でこれを何回かに1回ですよね。なんこんな狂うでしょ、ね、何回かに1回やる、腹いっぱいになってくるんで。次ね、アミエビあるでしょ、ね、アミエビを1匹ずつね、ちょんとこれでも釣れます。でも一回一回はなかなか難しいでしょ、ね、でこれを完全に溶かすんではなくてこういう状態ね、ちょっとブロック、うん、そうそうこういう状態ですね。これで数釣りするときはですね、こうやろう、こう針持ってオッケー、これでいきます。ほんで何匹か刺さるでしょう。ほんでこれが巻きになるんですよね。ほんでゆっくりこの振り込みね、団子みたいになってるでしょう。ほんでこれがこう巻きになるんですよね。こうこれでこれでゆってほらゆってだというのがかかると。ほんでこれが早いでしょ。一匹ずつ刺すのと違ってね。これ心がけてくださいね。この豆味釣り。早速やろう。うん。これね、家族で来て。やるときはお子様とかな、それとか彼女とかと来るやったらサビキでやった方がね、楽しいと思うんですけど、サビキでやると悪いことじゃないんですよ。このマーキー一回一回やるでしょね、ほんなら腹いっぱいになるんですよね。一応僕も持ってきてんだけど、サビキね持ってきてんだけど、この一本まででやる方が面白いですよね。一匹ずつするのが、はい、ね、サビキでやるってのは腹いっぱいになるんですよね。ほんで下へ下へ行こうとするから、この一本針がずっと安定しますね。ほんでマキエ自体がもうこういう感じでできるでしょ。いればいるほど釣れます。ほんでね、これもね、ずっとこれ今これで今20匹ほどなんですけど、100とかになってくると賢くなるんですよね。それとかあとその潮の干潮満潮とか天気の具合とかで、今日は曇ってるから地合いは多分長いと思いますね。ほな今度このちょんがけで見破られるとき、見破ったときはね、ちゃんと綺麗に刺す。アジがいてるんやけども、入れ食いにならないときはね、こうやってね、刺してまた一匹ずつ。ね、地合いがないときは。ね、地合い値が食いが終わりになったりとか、なんか活性が低くなったときは、こういう風に刺してあげてくださいね。ほな、食い込みます。うん。これでもね、この金、最初はね、この金針、目立つから来るんですよ。来るんですけど、賢くなってくると、この針のこの金針を 見破るんですよね、このちっちゃい。ね、ほいで食い割りと活性、要するに数自体が囲碁界になった時に、これのね、まあ、こういう出来合いのやつの中にね、強調持ってきてないけど、このサイル専用針でね、赤色の針があるんですよね。これ自体が。赤色の針があるんですね、サイルの針で。ね。それにするとね、また食いが復活する。この一本針の釣りはね、うん、それでやってくださいね。面白いでしょ。これ一本針の方がね、面白いですわ。キョーンとね、キュ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 ンで、これでね、最終的にね、サビキって三連五連とかするでしょ。ね、ほらガッチの方がブワーって上がってくるから、ものすごく数釣れると思うでしょ。ね、ところがですね、五匹上がって五つ取らなあかんでしょ。その時間にこれで7匹とか釣ります。これで一本針のが杭が長続きします。ね、これおすすめね。このかっつけの竿で。ね、リールも何もついてないです。ね、とかね。面白いよ。やりたいやろ、カメラマンも。な。あとちょろちょろって食べてやってみ。おもろいから。ね、こういうわけね。今はまだかつてやるからこういう感じでいきますね。ちょん。ね。ちょっと針先にかかっとったり。瞬殺ですね。でこう、あ、口にかかってるなと思ったら、ここでこうやってね。で、こんなにやって、取れんときは手で掴んでね。ほな、また手返しが早くなるでしょ。ほんでね、針先がやっぱり傷んでくるんですよね。細い細い針って。ほんで、かかり割りになったりとか、すぐ外れたりするのが連発しだすとね、やっぱり新しい針に交換してください。ほな、まだ変わりますんで。この出来合いのやつで十分なんでね。これが一本針の僕の小学校からの鍛えた
味継ぎやけど奥が深すぎて面白いよ。でもそう考えたら面白い。面白い、面白いやろ。あの続けたらって同じことやり続けたらいかんってことで、うん、そうで、ちょうどこの仕掛け交換するときにこのね、こういったなんな変わらんねんね、変わらんねんけど変えたくなるでしょ。これちょっとちょっと気分転換ね。ちょっとほら次食いちゅって食いつつ食いで行ってみようか。それでよ、大体このね、本棚って下が、そうやってちょっと岩系いうんかな。で、こういうとこには多分、コッパグレとかね、いろんな魚がおるね。ね、こうやってたらね、この辺に絶対おると。で、下がこうブロック入ってるんですよね。で、藻が入ってるでしょう。で、ちょっと、多分おると思うんだけど、あいら、賢いからね、この堤防のあのコッパグレ、これまた面白いんですよね。おるわ、いきなり。見てみ。25センチぐらいおる、これ。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 でかい。これ。これ、伸びたことすんだ。よしよし。味の仕掛けやったら切られるかも。よし、やってみようか。そっちにも、あいつも寄ってくると思うんやけど、グレのがやっぱ強いからね、味より。コッパの仕掛けに火薬針とか、いっぺんやってみようか。よし、こっちほら行こうかな。次ちょっとアジ結構釣れ、もう多分、結構釣れてるんでね。ちょっとコッパで楽しもうか。コッパはね、多分ね、地合いがものすごく短いと思うんでね。これ今おるいうことは。ね。よしよしよし。堤防こういうのがいいでね。こういう歩いて、ね。だいたいこう、あの、ね、これ、この動画、磯釣りやってる方が見てる方多いと思うんですけど、あの、まあ、ね、これからの時期言うたら、台風、ね、沖に台風できて、磯ができないけど、堤防で釣りできるね。湾内は釣りできるときに、こういう釣り面白いですよね、延べ竿でね。うん。あともう家族とかでね、子供ら連れて、ね、やったらいい思い出になると思うんでね。うん。まあ、とりあえず今日はアジ。コッパね。先に行こう。今度はグレを狙います。ね、持って帰れるサイズ25センチね、23センチぐらいから5センチを狙って、収益サイズね。賢いからね、堤防のやつは。楽しいやろ。楽しい。雨の中、子供のように楽しむ二人。案外、あの、大人の方がなんかハマりそうですね。そう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 。童心に帰って。そう。釣りはほんで何やっても難しいからね。小さいやつでも本気で寝ろたら、難しいですね。数釣ろう思ったらね。アジみたいには、簡単にはいかない。浮かんど？特に大きいやつはな。20センチオーバーで。目標は20センチオーバー。吐き出しやがったな。あ、違うやろ。これのが上手やろ。わかる？この難しさ。くそ。見えてるからなおさらなんか。数が少ないからあんまり打ち切ったらあかんぞ。はい。よう引くやろ、あごらやろ、楽しい。グレは引くから俺ね。この延べ竿ならではのあれですね。はい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 。ポコ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 しとけ、ポコポコ。お、ニューステージあるか。かわいい。まっちゃん先制攻撃。しゃあ白餅に先制パンチした。ワイはサイズを狙ってるから。よっ、あはははは、賢い。すぐこれ大きいのおんねん、大きいで20センチぐらいのおんねんけど、食わない。これ浮き具合で逃げるからね、こいつら。
取ったかこ今の賢いやろほんまにこれ。サイズ狙うでって言うで見てくれる？サイズ狙うでってこれ見て。かわいい、こう、手乗りぐれ、こう。これ、べっこうにお腹ぐれよ、こう。べっこうにな、田辺でべっこう言うて、一味ってとかそういう生意気にっていう意味合いやねんけど、こう、かわいい、こう。何センチぐらい？ 5 センチぐらい？ 5 センチはあるか。はい、黒目地な。お腹、な。チビ、お前、ほんま、こっちに逃げてるだろうな。もっと大きくなれよな。来たよ。あ、入られたね、お前。入られた。出てきた、出てきた。一丁前に入られた。うん。うん、思うがあるからな。おもろいやろ、ここはコッパ取り。よしよし、お。お、さっきと同じやろ。いや、さっきより。2センチくらい大きいかもしれない。いいね。もっとこれ手がよってな、賢いからな。やっぱこういう時、これ今3メーター60のカッツ系なんやけどね。伸びたもないけど、こういう時はね、ね、こう手前寄ってくるんでしょ。こういう時は、竿がね、ちょっとね、長い4メーター50とかの方がいいですよね。こう前を探れるんでね。前を探れるんで、浮き下を。リリアクラ、あら、あっと、あら、あら、あら、よー行く、こいつは、こいつは、こっち行く。はい、口ぶと。面白いだろ。これのサイズアップね。これ、ね、これぐらいになるとね、まあ、逃がしたらね、逃げていくんですよね、テーブルの。これめちゃくちゃ、そんなにめちゃくちゃおらんのでね、こう生かしてね、最後に逃がしますね。大きいやつだけを、塩焼き用で持って帰るという。な、こう、グレッコラになったやろ、賢いやろ、こう。ちっちゃいグレが来てる。おっしゃ、でかいの来た。あ、離したら、しこい。やめろ、やめろ、やめろ。頭をよーガンガン入られる、入られる。こいつ、こうお腹ぐれちゃうか、これ。お腹やろ、この引きは。え、これこっちごとのじゃあ、こうお腹やで、ね、これ多分。これお腹ぐれ、やっぱり。な、さっきのプチごと、こうお腹。やっぱり引くでな、って、お前、こんまあ、でも。面白いで。ね。楽しいでしょ。へへへ。お腹釣らんとな。コマでもまっちゃん。あ、やばい、言われてる。言われてるぞ。お長やだ、お長。かしこまってる。かしこまやろ。あ、アジ、アジが、アジがいってもらった。お、色が違う、色が違う。ちゃちゃ、何これ。何これ。ベラや。ベラや。笹のっちや。ちょ。笹のっち？笹のっち。笹のっちや。笹のっちでもいい引きする。うん。こいつも唐揚げしたら美味しいんやで。笹のっち。幸運の魚？僕の幸運の魚。笹のっち。こんなんでも延べ座をいいターゲットになりますね。はい。唐揚げにしたら美味しいで。唐揚げ。うん。オッケー、みね。これ別にね、頭とかついてなかったみね、こう胴体でね。こんな感じで。針を完全に隠す。これここでね、餌を、どういうのかな、打ち込むでしょう。ほな、その一頭二頭は来ると思うんですけど、後通過になるんですよね。うん。だから、ゆっくりね、ちま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 やりましょうね。負けももったいないんで。長く釣れるようにね。で、これ最初の餌がこれ、アジ寄ってきます。これその時、グレが上がってる時、アジを消し出してくれやると、来た時にそこへ行くと。ね。そしたら、グレが、こい、赤、フグ、こら、こいつ、フグやろ、この、フグにやら。くそ、フグが飛んできったな、今。バカ野郎。てっちりの子供よ。てっちりの子供が。小さな魚に翻弄される白餅。それだけ毛ごわい、警棒の具で。マキエがいるか、これは。来た。ああ。食わねえ。来た。おっと、かけるか。どうだ。ふぐか、これ。ギャラされたか。ちょっと深くしとこうか。勉強になるでね。小さい魚でも一緒やからな。来る瞬間に言うと、言うのはな。いやー、くそ、これが賢くなってくんねんね。こうバラし出すと。賢くなってった、おっと、よけるか、こい。よけるか。いいかな。まあ、こ
リオケル。ああああくそ、こう長やったな、今。それは僕に針のサイズを教えんからそうなるんですよ。でもさ。多分、俺らが違う、これ。おっ、来た来た、おっ、ちょうど引いてる。あ、入られるぞ、お前、それ。そう、お腹ちゃうか、そう、お腹やで。そう、お腹やろ。お腹もらっちゃった。お腹やと思うぞ、それ。よ、引っ張るやろ。お腹やろ、それ。お腹ちゃう、お腹やろ。口元や。いや、口元っす、ね。いや、でも、ええことや。楽しいね。サイズアップを目指したいけど、雨が強くなってきました。チークサイズより小さな具では一旦リリース。ね、子供っぽいのがええでな。最初の場所で雨宿り。しないでアジを狙うまっちゃん。めっちゃハマってます。大人を夢中にさせる不思議な魅力。手尻からこれぐらい、これが針ね。ね、やりやすいです、うん、はい、お願いしますごめんで大名釣りや、だからね、僕ね濡れてなんぼかな。ほんまこの網みたいな方がいいけどな。白もちの友達も見に来ました、うん、で、これはもう完全に針先をどっかでこう出しといた方がいい。やはり興味津々。豆味の美味しい持ち帰り方とおすすめ料理。こうしてね出して、これメッシュでしょ。でここでこう切りますね。だからアジが飛び出さんでしょ。でこれをこのまま入れると、ね、でこれ塩氷しますね。塩氷は冷凍庫の普通の氷と海水で OK。 塩水を入れたね、氷入れたやつでやってますね。これ唐揚げサイズなんですけど、あんまり大きいとね、骨がやっぱり太くなるでしょ。うん。だからかなり揚げなあかん問題と、やっぱりちょっと喉に引っかかったりするんでね、これぐらいがやっぱり美味しいですね。で、これを衣つけてやるんですけど、僕の一番大好きな日清の唐揚げ粉がめちゃめちゃ絶妙なもんで、ぜひね、日清のステマじゃないですよ。ね。日清の唐揚げ粉間違いなくうまいんでね。はい。お試しくださいね。あとやると新鮮に持って帰ると。はい、じゃあ今日一日終わりました。超かね、皆さんこれ見てください。これ豆味がこんなにたくさん、白餅と2人で100くらいは釣ったんじゃないですかね。先ほどちょっと50匹近くギャラリーの方に持っていかれちゃいましたけど、はい、SFG の餌にしたり帰ってさばいてフライにしたりでね、食べてみたいと思います。はい、で今日は初日終わったんですけど、明日はですね、ちょっと場所を移動して、天気もいいので、港で、またカッツケのノベザを使って、今度はね、グレの、尺グレって言うんですかね、大きいコッパグレちょっと、狙って頑張ってみたいなと思います。釣りが終わったら綺麗に掃除しましょう。皆さん必ず最後ですね、餌を洗い流して掃除して帰りましょう。港とかもね、磯もそうですけど、僕ら釣りさせてもらっている立場ですので、必ず綺麗にして次の人も気持ちよく使えるように、して帰ってもらえたらと思います。
豆味の唐揚げ、日清製粉唐揚げ粉。アジの頭と内臓を取り除きます。キッチンカッターで楽々。お腹は水道水でさっときれいに。せいごは取らなくても大丈夫。キッチンカッターがなくても手で簡単に。さっきと同じくお腹をきれいにしたら、日清製粉唐揚げ粉、ビニール袋にアジと唐揚げ粉を入れて、シャカシャカ、あとは揚げるだけ。さっとふっくら、じっくりカリッとお好みで。小さいのに骨はカリ、身はふっくら。お子様と釣ったアジを一緒に調理して食育に。もちろんビールのおつまみにも。明日の釣り場ここですか？うん、ここはね、おると思う。尺グレア僕の求め、まあまあ25センチオーバーやな。目標は、目標塩焼き、うん、塩の色も綺麗やし。いや、でも鯉はまだ濁ってると思う。この辺だったらな。さっきの港よりもサイズ大きいですね。うん。うおー、来た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 、すごい。よっとこ、よれ見てん、グレーと、こう見てん、これ親びっちゃ。あー、グレーもいる、グレーもいる。な、通るやろ、蝶々号。グレー見てみした、固まってますね。いや、これ30センチ、今出てきたの。ちょっと打ってみ、打ってみ、ちょっと。いや、25センチおる、25センチおるぞ、これ。この親びっちゃんも、でもこれ磯ではなんかこう腹立つけど、こういう釣りだったら鑑賞できるから、なんかかわいい、釣りたいでな、ちょっと癒しになるというか。これ3の字でかんなんかっつけてきたら、おへ、こい取り込んだ、すごいぞ。でっかいな。あ、でもほんと三の字と同じ層ぐらいにいますね。ちょっと大きいね。大きいぐらいおるやろ。30センチぐらいの。ほれ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 。明日パラダイス。明日やな。明日のここらやな。ということで、明日はもうこの堤防決まりね。決まり。早起きしてきましょう。明日は天気がね、いい。今日はね、また雨がね、てくる予報なんですよね。まあ、でこれ、そうそう、沖が多分ね、沖そうっていうんですかね。今日は乗られへん、はい、この辺はね。だ、荒れてるからいいっていう場合もあるね。ああ、なるほど。魚自体がね、入ってきてね。で、今は昔から言うんやけどな。はい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 。よし、明日はこれな、またサイズアップになってるかも。そうですね。まだ、まあ、大きいかもしれないですもんね。もで、もっと辛くなってると思う。いや、これアジおるんか。アジはさっきのところ大きい、サイズいいですね。サイズはいい。ちょっとテクニカルな釣りが要求されますね、カツくんね。明日はね、ここね、はい、アオリが見てるんですよね。だって泳がしてやったりとかね、ちょっと遊びで、プチヤエンのやつもね。よし、ほな、明日はこの港で、やんねやさ。遊びましょう。しもうまた、ね、夕方やし。時間やし。帰るね。また明日。期待しといて。期待してます。やろうか、みんなで。やりたいやろ。遊んで帰りましょう。うん。